豪快は、日本の競争馬である。現役時代は、中央競馬の障害競争で活躍し、引退後は、種母馬となっている。母は、優秀品馬に着、兜山記や勝ちの優美録。半兄にダイヤモンドステークス二勝の優先勝、判定に、中山大障害勝ちの優不養法。馬名の由来は、豪快で、管理調教師の豪原広行と馬主の吉橋系が、 食事をした時に賞金を稼いだらわっと豪快にやるかという会話が出たことから、新潟競馬場の未出走でデビューした豪快は3戦目で勝ち上がる。しかしその後、約2年にわたり500万した条件で勝てずにいた。そんな豪快は6歳初頭に障害競争に転向する。初障害戦、2戦目は着外に敗れたが3戦目の 外国障害機種招待競争で、アンヌ・ソフィ・マドレーヌ機種の後期上で7番人気ながら2着に、抗争する。4戦目で障害目勝利を脱出すると、福島ジャンプステークスでオープン勝ちを決める。その年の秋には、東京オータムジャンプを勝って、大一番の中山大障害に臨むが、平地重症勝利経験も持つゴッドスピードの花さ2着に、敗れる。翌2000年は、 春麗ジャンプステークスから始動。この年に国際招待競争となった中山グランドジャンプでは中団大機から4コーナーでボカボカラ外国馬3頭を抜き去り G1 初制覇。東京ハイジャンプを含む4連続連帯で前半を終えた。秋にはイルミネーションジャンプステークス3着の後中山大障害に臨むがランドパワーの2着に屈する。 しかしこの活躍が認められ、JRA 賞最優秀障害馬に選出された。8歳になった2001年の中山グランドジャンプでは一番人気をニュージーランドのランドに譲るも、ランドを含む5頭の落馬事故をかわして、史上初の連覇で勝利。そして前年同様イルミネーションジャンプステークスを叩いて、3度目の正直での中山大障害制覇を狙うが、 判定優不要法の最低人気を覆す大激走肉しまたしても2着になる。しかし2年連続で最優秀障害馬に選出される。2002年3連覇を狙った中山グランドジャンプでは、オーストラリアの競合戦とスティーブンの前に1と1、2馬審査の2着に敗れる。東京ハイジャンプ3着の後、調教中に骨折を発症。 年齢も高かったために引退することとなった。障害28戦で落馬による競争中止なし、28戦16連隊という戦績、足掛け3年半にわたって一戦級で戦い続け、名ジャンパーと呼ぶにふさわしい成績を残した。種母として、日高慶主馬の応京門別種馬場につなぎをされた。障害 G1 優勝馬として種母入りした数少ない。 馬の一頭である。馬種であった吉橋系のバックアップもあり、毎年10から20頭ほどに種付けが行われ、少ない産区の中から障害重症化チューマを出している。2010年にモンベッシュババが閉鎖されるのに伴い、種付けシーズン後に日高スタリオンステーションに移動した。2013年8月31日付で種ボバを引退。エリモ町の牧場で、 高老馬として、余生を送っていたが、2019年4月26日、老衰のため死亡した。郷原博之さんは、強い意志で持病に立ち向かった薩摩隼人中央、競馬担当記者が忍ぶ、netkeiba.com。2020年11月3日閲覧。2000年1年最優秀障害馬の、 豪快老水で死す26歳スポーツ放置2019年5月8日。ありがとうございます。